は16時25分です。男子 100m 競走、その出場の選手をご紹介してまいります。第1レーン、永田俊斗君、諫早、長崎。第2レーン、増田拓海君、昨夜、この花、大阪。第3レーン、近藤光君、愛工大名電、愛知。第4レーン、大野明義君、東洋大牛久、茨城。第5レーン、滝内誠君、近大附属、大阪。第6レーン、大島健太君、東京高校、東京。第7レーン、高松豊君、北海道栄、北海道。第8レーン、多田修平君、大阪桐蔭、大阪。以上8名、男子 100m 競走決勝スタートです。それでは優勝いたしました大島健太君のインタビューです。2年生登る上手な2人とも2年生にやられた。くそ。それでは優勝インタビューです。放送席、放送席、そしてラジオの皆さん、男子 100m 優勝、大島健太選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。同じ20歳頑張りましたね。さっきの女子のヘドバーとアベック優勝しようと言ってたので、それが達成できて嬉しいです。準決勝でスタートを少し失敗があって、どんな準備をして決勝に臨みました？準決勝の時は少し自分に焦りがあったので、決勝ではやっぱりしっかり落ち着いて走ろうと思いました。向かい風はどうでした？今シーズンはずっと向かい風で走っていたので、あまり気にならなかったです。冷静で優勝しましたけれども、これからどこを狙ってきますか？とりあえず 来週にユースオリンピックがあるので、そこでしっかりメダルを取ってきて、3年生でこれから先も頑張っていきたいです。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。優勝いた
いしました大島くんのインタビューでした。さあそれではスクリーンをご覧ください。先ほどお伝えいたしました速報と少し違う点がございます。 OK